カンタベリー地震はニュージーランド時間2010年9月4日4時35分にニュージーランドカンタベリー地方で発生したモーメントマグニチュード7.0の地震。震源はクライストチャーチの西およそ4 5トルに位置するダーフィールド周辺。震源の深さは1 2トル。太平洋プレート内の活断層で発生した地震であるダーフィールド地震。 クライストチャーチ地震と呼ばれることもある。震源からの揺れの強さを示す図。南東全域が強い揺れを示す赤からピンク色で表示されている。地震で崩壊した建物この地震による被害は、クライストチャーチを中心に発生し、停電、地面の隆起、水道施設の破損、建物や道路に破損被害を受けたが、死者の報告はなく、また津波の発生も報告されなかった。 この地震による重症者は2名であり、うち1名は、レンガ造り煙突の倒壊による負傷、1名は、割れたガラスによる負傷が報告された。また、地震発生中に、心臓発作により1名の死亡が確認されたが、この地震による直接的な原因ではないとの報告がされた。震源から300から 350km 離れた、ダニーデン、ネルソンでも地震による、 小規模な被害が報告されたが、死者、負傷者、行方不明者の報告はない。この地震により、南東全土と北島ニュープリマスでも地震報告を受けたが、目立った被害報告はない。クライストチャーチ市内東地区に位置するエーボンデール、エーボンサイド、バーウッド、カイアポイタ地域で液状化現象が発生した。地震発生直後より、 クライストチャーチ国際空港は施設点検のため滑走路を一時閉鎖。同日午後1時30分に滑走路の使用を再開。この地震により国内線77便、国際線11便に影響が出た。鉄道会社キウイレールは線路点検のため貨物列車の運行を停止。各区域ごとの補修完了後に再開。同年9月6日までに 鉄道網は復旧するも、その後の余震の影響で再び停止。同年9月16日に全面復旧した。同年9月5日早朝までに、クライストチャーチ市内の9割の世帯で電力供給が復旧。8割の世帯で水道供給が復旧したが、被害の大きかった市内東地区を中心に、電力、水道の全面復旧には時間を要した。 クライストチャーチ市、セルウィン地区、ワイマカリリ地区の学校では施設点検と余震による二次災害を避けるため5日間の休校措置が取られた。カンタベリー大学、リンカーン大学、オダゴ大学クライストチャーチキャンパスも同年9月13日まで休校となった。地震発生後15時間でマグニチュード4から5.4クラスの余震が28回発生した。同年10月には マグニチュード5クラスの余震が3回発生。同年11月までに2500回を超える余震が発生。2011年2月22日には本地震の震源域である断層の延長線上において最大規模の余震が発生し、クライストチャーチを直撃した。カンタベリー地震は本震の最大余震であると考えられている。主な余震ウェリントンに本部を置く国家。 危機管理センターは、クライストチャーチ市、セルウィン地区、ワイマカリリ地区に非常事態宣言を発令。また、クライストチャーチ市、セルウィン地区、ワイマカリリ地区、ティマル市は、災害対策本部を設置。クライストチャーチ市は、市内4カ所に緊急避難所を開設。同日17時にジョンキー首相が、クライストチャーチ市内を視察。パーカー市長が同し、 被害状況の説明を行った。同日17時20分、NCMC は、クライストチャーチ市に対して、防衛緊急法2002を発令し、19時から翌朝7時までの時間帯、クライストチャーチシティセンターの一部区画へ、夜間外出禁止令を発令した。これは、市内中心部にレンガ作り建築が多く、東海による二次災害を避ける目的と、商店からの金品や、 商品の強奪を避ける目的で実施された。この時間帯は、軍と警察による警戒態勢が敷かれ市民の出入りは禁止された。被害が大きく水道を復旧が遅れたクライストチャーチ市、東地区へは給水車が出動し水の供給と、簡易トイレの設置を行った。ニュージーランドの主要な断層カンタベリー地方では、カンタベリー平野の下を走る約100の断層が確認されているが、 この地震ではこれまでに確認されていない新しい断層が原因となり発生した。この断層はグリンデール断層と命名され、長さは 29km、西端はホロラト川に接し、東端はクライストチャーチ郊外ロルストンに位置する。この地震により、ロルストン地域では大きな被害を受けた。カンタベリー環境局の発表ではグリンデール断層は 数千年から一万数千年の間で初めて動いた断層と言われ、今後数千年は動くことはないとしている。専門家の間では、複数の断層が一斉に動いた結果生じた地震との指摘もある。地震で被害を受けたクライストチャーチの姉妹都市の倉敷市は13日から救援募金を始めた。ありがとうございます。